嘘じゃない、あ、はじめましての曲を今もまだ思い返します。わがままな合言葉、口ずさみ習慣なんで。私が鬼だから。鬼？協力してくれるよね。じゃあ、ヒイラギは歩きで、私は車で、現地集合ということで。無理だよ、絶対バレるって。二人ともお似合いだ。全然そんなんじゃ。鬼？自分の思ってることを隠しちゃう人間から出てくるの。あれは子鬼が多く出る人間はいずれ鬼になるの。鬼になるのも近いんじゃない。すれ違って初めましての。何なのこれ。もう何人も食われてる。違う、話したかったのは。嘘つき。自分の気持ちを押し殺して生きることしかできない子はどの時代にもいるものよ。こっち来ちゃダメだよ。誰かに言われたからじゃない。この旅が終わったら紬のそばにいたいんだ。ヒイラギに会えてよかった。紬！映画好きでも嫌いな天の弱。